で夢はつまり思い出の後付き夏が過ぎ風あずみ誰の憧れにさまよう8月は夢花火私の心は夏模様テトラスです。じゃあこれからとりあえずメンバー紹介をしたいと思います。皆さん、お付き合いください。それじゃあまずはこっちの方から、あのひときわもうでかいと思うんですけど、なんか、でっかい。彼より大きい人いますかね、今も。いないですよ。いないですよ。日本で3番目ぐらいよ。すごい。我がグループ、まあ自慢のベース、ヒロリンです。彼の力なしでは絶対にアカペラは成立しません。あ、パドゥってやってるじゃん。何？パドゥってやってる。パドゥ。絶対パドゥってやってる。初めて聞いたのこれ。無茶ぶりだ。何？一生懸命。いや、いいよ。恥ずかしいよね。はい、次は、我がグループ、自慢の、また自慢のコーラスの、ドラゴンです。ドラゴン、ドラゴン、なんでドラゴンっていうかっていうと、奥山流星って名前ですけど、流でなんとなくドラゴンにしちゃったっていうところから始まりました。何か一言。ちょっとこういう子なんです、はい、でもあのすごくこう女性陣と一体できるコーラスを出せるっていうところで素晴らしい、あのやっぱりいい才能があります。はい、じゃあ続いて、1年生のフレッシュ1年生の方なんですけど、こちらも、こっちの方から紹介していきます。コーラス、同じくコーラスの、まあ、主にアルトを担当している、ナギです。たまにリードもやります、まあ、いつも微妙なテンションで頑張ってます。今日頑張ります。そして、同じくコーラスなんですけど、彼女の方はですね、まあ、いわゆる今本性バンドなんですけど、ガールズバンドになった時にあの卒業していなくなってしまった時に、多分ベースがめちゃくちゃうまくできるんじゃないかって言って、まあガールズバンドのベース、はい、ミサです。低音と高音が得意ですけど、アルトやってます。頑張ります。そして1年生1の声量でいつもあの大きな声で、響き渡らせることのできる、ミナミです。いつも頼りなくてみんなに助けられてるんですけど、まあ、今日は一生懸命頑張るんでよろしくお願いします。でもさ、なんか1人少ないよね、今日ね、7人っていう、あれ1人で、ね、あと1人もいましたね。じゃあ皆さん、あじゃあみんな言いましょう、せーの、ゆうかコーラス、まああのすごいソプラノのゆうかです。はい、まだ日は浅いですが、グループに入ってきたのが一番遅くて、わずかまだ1ヶ月半くらいしか経ってないという感じですね。でこちらの方も今年4月から始めたので3ヶ月ぐらいで、はい、ここまでやってきましたね。はい、はい、じゃあ最後に、はい、我がグループのリーダーこの人がいなかったら私たちはどうなってしまうんだっていうぐらいしっかりしてる、はい、けんちゃんです。はい、リーダーです。けんちゃん、そうです、ごめんなさい、はい、一応テノール担当してもらって担当していて、マリア、ああこういう感じの声が得意だったりとかします。はい、ありがとうございます。それじゃあ次2曲目は、奈良総統はい、じゃあ、まず曲紹介の方、
江さんとかあと黒木明沙さんとかザードさんとかみんな沖縄出身だということですごく美人な方が多いという話があります、まあ、今回大曲は、まあ、沖縄の歌っていうと島唄とか結構有名だと思うんですけどではなく今回は女性アーティストこれまた美人な女性アーティストさんの歌をね歌うんですよね美人だねで、ということで今回は、夏川りみさんの「涙そろそろ」を歌いたいと思います、この曲は、私たち1年生が入学してから初めてリードを務めさせていただいている曲です、といってもそのリードを歌う1年は私なんですけど、では、沖縄の綺麗な景色でも想像しながら聴いてください練習してて、俺もまあ付き合ったんですけど、すごい公園で蚊に刺されながら、僕はもう30箇所ぐらい蚊に刺されたんですけど、まあ、みんなね蚊に刺されながら一生懸命練習しました。まあ、よかったんじゃないですか、まあ、個人的には。はい、じゃあ次、アメージングレース。ジョンはその後病気にかかったの理由に船乗りをやめてしまった。